自分のいい点と改善点、攻めジェットでエントリーした後の立ち回り、守りのジェットの動きを教えてほしいと。バロナント始めて半年、前は APEX マスターでした。普段から連携取れるように VC 使っていますが、フィジカル面では負けてしまうことがあります。毎日射撃練習やデスマだとしていますが、自分より格上に打ち勝てず、悔しいです。とにかく強くなりたいです。厳しめのご教授お願いします。本当にフィジカルが強くなりたいのなら、ランクマッチじゃなくてデスマッチをした方がいいですね。まずそれが1個。なんでかっていうと、デスマッチが一番エイム練習になるから。すごく簡単。こちら行きましょう。守りのジェットの動きなんだけど、とにかくプッシュして、とにかくプッシュして、とにかくプッシュして、死にそうになったらブリンクで引く。こういうとこも正直戦える。こういうとこを狙った方がいい。ジェットってブリンクっていう最強スキルがあるから、例えば相手がドローン出してきたら相手ってさ出てくるじゃん。だからそこの出てくるところをブリンクを起動してて狙って、ダメそうだったらすぐブリンクで引くんだよ。とにかくジェットって勝負の回数が増えるんだよね。だから勝負の回数が多いデュエリストが強いデュエリストだから、とにかくブリンクがある時は常に勝負した方がいい。だってほら、もうこれ自分が相手に対してプレッシャーをかけれずにスモークとブリンクを使ってるんだよね。これってマジで1ミリも美味しくなくて、そばのドローンが来てても A メイン勝負したらすごく相手に対してアグレッシブにすごいプレッシャーをかけれるじゃん。でそういうムーブした方がいい。は？待ってよ、味方のさ相場さ目抜きした。まあナイス。こういうのはいいね。だからディフェンダーのジェットは自分から勝負しに行くタイミングを増やすことがすごく上手なジェットだなって思う。それで言うとメイ君とかはマジでうまいね。オペ持ってる時の勝負の回数が多分他の人と比べて頭1個抜けてる。でももうこの離婚が入った時点で走っていいね。今この離婚を入れる方法って、こっからバウンスさせるかめちゃめちゃむずいけど、こっから直接入れるかみたいな。多分こっから直接入れてるんだけど、ここにいる時点でもう全然安全だから走った方がいい。まあまあまあ、めっちゃいいめっちゃいい。強っ。でも今のは相手が強かったからブリンクを起動してても多分逃げられないけど、これがいい。これがいいんだよ、このムーブが。じゃあああいうやられ方をしないためにはどうしたらいいですかっていう、そういう時に味方のドローンとかをもらう動きが必要なんだよね。例えば、じゃあここから味方に A メインからドローンくださいって言ってたら、このドローン刺すじゃんレイナ。そうしたら相手が引くんだよね。だから単純にああいうところは普通にやった方がいいよねっていう話ですね。すごく簡単。ああいうラウンドをあのワンプレーで落としちゃうと、さっきのラウンドって3ラウンド目じゃん。あのラウンドで2ラウンド落とすことになる、ほぼほぼ。だからすごくもったいない。常にデュエリストは味方から介護もらった方がいい。それがチームのためになるから。今マップ見えた。まあでもブリンクのタイミング、でもすげえ、いいね。めっちゃうまいよ。この一連のムーブできる人なかなかプラチナにいないよ。ガチでうまいよ、この一連の流れ。ここでまあディスミス使われました。ここで打ち合います。ダメです。ダメでブリンクしますの後にこのスモークが出せる。この一連の流れはねマジで素晴らしいよ。これはねジェットうまい人の特徴、スモークの使い方が本当に上手。これはマジでいい。これは本当にいい。これはね拍手です。マジで素晴らしいですよ。相手がうまい。これソリちょ、もう一回見るわ。これも言いたい。まあ難しいな。ちょっともう一回見よう。ここはねすごくね考えよう。これもう自分の真下にスターが来るってわかるじゃん、このブーンって音で。その時点でブリンクを起動しておくべきで、ここにスモークが来るときはまあ当たり前だけど回収かスタンか吸い込みなんだけど、ってなったら相手は A メインを取りたいんだなってわかるじゃん、一瞬で。その時に自分がブリンクを起動して、ここを左側まで入るんだよね。左側まで。そうしたら自分の勝負のタイミングが1個増える。でこういう時もブリンク起動してここを覗いとくべき。そうしたら単純に自分が割とまあまあ勝率高い勝負をできる回数が1個増えるじゃん。でそういうところがそのジェット使いの資質ではあるかな。とにかく勝負の回数を増やさなくちゃいけない、ディフェンダーは。だってこの同じプレーってジェットじゃなくてもできるじゃん、言ったら。ここを最初覗こうとしてスタンが来て引いて、なんかここに対して目抜きって、これってジェット以外のキャラでもできるんだよね。だってスモーク2個とアップドラフトだったら、君がもし KO やってたらフラッシュ2個にフラグメントだよ。しかも KO ナイフ。そっちの方がよっぽど強いんだよ、チームのために。だからああいうところでしっかりと1回覗くプレーができないとジェットがもったいない、ジェットが腐ってる。まあそれが難しいとこなんだけどね、ジェットの。でもデュエリストはね、バチバチに寄っていいよ。デュエリストはバチバチに寄っていい。了解。まあいいピン。ドロンコ発射して。おお、びっくりしたね。よく打ち勝ったわ。でこういう体力ない時に頭1個で打ち合うことをすごい考えた方がいいかな。体力ない時に頭1個で打ち合うのは結構ね、その自分のまあだからこういうところで死んじゃうのがやっぱりもったいないね。正直あの勝負って勝率高くない、自分の体力が少ないと。だからああいうところは勝負しちゃいけないね、単純に。もう自分の体力が低かったら、もう低いなりになんだろう、低いなりにいいプレーしようって感じ。例えば味方のために死んであげるとか、そういうとこはすごい大切かな。これもすぐブリンク起動、ブリンク起動、ブリンク起動、ブリンク起動。ここで時間かけちゃうと相手めちゃめちゃ寄ってくる。このなんだろう、もう全員5人固まってるタイミングで、ここ今まあ大体3秒4秒待ってるんだけど、この3秒4秒で相手がめちゃめちゃ寄ってくるんだよね。だからもしこういうラッシュっぽい形になったら、もうすぐにラッシュ、味方のスモークを待ってるかもしんないけど、まあまあ普通にそれでもブリンクした方がいいね。でこの寄ってる時間でリテイクのタイミングで相手がめちゃめちゃ入ってきちゃう。まあちゃんと右見るの偉い。離婚壊すのも偉い。まあでもこうなる。まあこれはねしょうがない、これはドンマイで。こういうドローンもらってる時のエントリーは結構成功率高い。ドンマイだから、まあこういうのってすごく難しいよね、実際。じゃあここの木中に対するエントリーってすごく弱いんだけど、自分たちがもう人数削られてるから、こういうプレーをしなくちゃいけないよねっていう、こういうところでやっとエイムが生きてくる。でまあじゃあめちゃめちゃ究極なんかやるんだったら、ドローンが壊れちゃったっけ、そばの離婚もないですよねってなったら、ショックダーツ木の中に入れてほしいですって。でショックダーツが爆発する瞬間は相手からスモークが出るんだよね。でも自分は入るので、ショックダーツって最大75ダメージなんよ。で味方に入るダメージって3分の1になるのだから 25HP しか食らわないで自分は木中に入れるんだよね。これってアドじゃん。ここまで考えてゲームしてる人がどのくらいいるかわからないけど、自分は25ダメージ食らうだけで自分が相手よりスモークの中に先に入れるんだよ。だからそういうとこまで考えれるようになってくるとすごく素晴らしいですね。まあ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  GG ですね。なんだけど、まあ、今の俺のコーチングで何をやった方がいいよねって言ったのかをまとめると、まずプッシュのムーブがいい、なんだけど常に味方からスキルをもらうこと、これ1個徹底 VC 使って。でもう1個目、とにかく勝負のタイミングを増やすために、相手がドローンとかスタンを使ってきてもブリンクを使って覗くことを考える、勝負のタイミングを増やす。で相手がやってきそうなことを考えるのと、アタッカー側だったらラッシュっぽいムーブするんだったらジェットブリンク起動しといてすぐにラッシュする、じゃないと相手が寄ってくるから。それだけでプラントした後の動きがきつい。なんでかっていうと相手がもうめっちゃ寄り切ってる。なんだけどすごく褒めたくて、スモークの使い方がとにかくうまい。今まで見た中でレベル違ううまさしてる。プラチナじゃないくらいうまい。このスモークの使い方をできるプラチナ2はなかなかいない。だからそこは自信持ってもっとやり続けた方がいい。あと体力少ない時は頭1個で戦うとか、自分が1キル取った後それを有利にするムーブがあんまり足りてないなって感じたくらいかな。